トニータンケンヤムは、シンガポールの政治家、銀行員、数学者、同国第7代大統領、映画学校、セント・パトリックス・スクール、セント・ジョセフス・インスティテューション卒、シンガポール国立大学学士、マサチューセッツ工科大学修士、アデレード大学博士、母校のシンガポール国立大学で教鞭を取った後、佳京銀行に勤めて、総経理に至るが、 政界を志し離職。1979年に、失政党の人民行動党所属国会議員となり、教育省政務次長。1980年には、教育大臣として入閣。その後、通商産業大臣、財務大臣、保健大臣を歴任。1991年に閣僚を退任し、家協銀行に復職するが、議員ポストは維持した。 1995年に内閣に戻り、副首相と国防大臣を兼任。2005年に閣僚を退き、翌年の国会改選にも出馬せず、以降は様々な機関の指導ポストに就いた。2011年8月29日の SR なざん、大統領の人気満了に伴う大統領選挙に人民行動党を消し色利党して出馬。スローガンは、実績、信頼。 誠実、8月27日の投票で当選、9月1日に就任した、2015年3月14日、建国50周年を記念し8月7日を特別休日に制定すると発表。2016年11月30日から12月4日には、日本、シンガポール外交関係充立50周年を記念して、日本を訪問した。 公認の大統領を決める選挙は2017年8月に行われる予定であったが、同月の建国記念行事が選挙運動に重なることを理由に、選挙は9月23日に延期された。9月1日をもって、トニー・タンは予定通り人気満了で大統領を退任し、J.Y. ピレイが代行を務めている。1964年に G.B. キアンと結婚し、4人の子を設けた。 ありがとうございます。